んは、イモヤンです。さあ、やってまいりました。リコ TV 続きましては、私、イモヤンの昭和な昭和。この番組でね、まあ、30分ほどの番組ですが、楽しんでもらいたいなというふうに思います。いやー、で、今日もね、桜満開、ちらほらひらひらひらみたいな感じでございますが、いよいよね、皆さんお待ちかねの、あの方がアシスタントとして登場してくれております。もうね、リコちゃんが来た瞬間に、ああ、まばたきの人やんっていうことで、去年のね、本当にもうアワードで、ほんまに大賞を取るかの勢いのごとく、まばたきをお互いにやり合った、この方をご紹介いたしましょう。今日のアシスタント、しおちゃんです。イェイ、ね、こんばんは。ものすごいガリ股になっちゃったね、今日はちょっと立ってやるかなと思いますけども、はいはい、まあ、ちょっと番組が始まる前ですね、さっきの番組で面白いなと思いまして、ポスト、あのね、あの青いポストからいろいろありましたけども、はい、最近のポストってこうおしゃれなやつが多いじゃないですか。で、なんかこうちょっとね、こういうなんていうの、こういうなんかこんな、なんかポスト多い、こうアメリカンチックなポストだでしょ。 あれ開けるとき、取り乗ってたりとかなんかしてますけど、うん、あれって開けるときにモス音するじゃないですか。ガチャッてギャビ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 ャっていう、あれなんとかならんのかなという。オイル塗ったら治るかな。そういう問題じゃないけど、そういう問題じゃないんやけどね。ほんで、普通の門があるときに、最初俺ポストどこにあるのかなって思ったんやけど、こんな、この門のこの支柱、細長いポストってあるじゃないですか。ああいうポストって知らなくて、そんなポスト見たことあります？あります。そうですか。ありがとうございました。壁にこう貼り付いてる。そう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 。だからもう本当にいろんなポストがあるなと思って。ね、さっきも蛇の穴の話ね、あの、ゆこちゃんしておりましたけども、あの、海底にポスターしてます。知らないです、ね、多分勝浦かどっかに、うん、海底にポストがあって、海底もう海の底にポストがあるんです、うん、そこにダイバーがポト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 って言うて、そこまで手紙を入れたら、うん、郵便局の人がポトポトポトってただ普通に出しなさいよみたいな、そんなポストもあるっていうね。はいはいはい、それは知りませんか？知らないですね。ほんまですか、はい、ありがとうございました。はい、はい、まあそんなこともありまして、はい、まあその時にはね、やはりプロのメイクで家撮影という感じで、こちらもよろしくお願いしたいと思いますね。はい、はい、まあそんな僕も入れながら今日行こうかなと思いますけども、はい、今日はですね、うん、まあ僕は昭和生まれです。はい。で、しおちゃんは平成ですよね。はい、平成3年3年、はあ、平成ですか。平成じゃん。あのジャニーズのね、あ、はい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 、うん、ごめん、それになってくるとね、ちょっとこう、わからなくて、僕らがたのきん通り寄せだやから、東山さんの、東山少年隊、あ、そう、まあそんなことで、今日の昭和の昭和、リコちゃんに借りましたけども、はい、前ね、僕ね、白の指持ってたんですけど、もうそれは黄ばんじゃって、黄ばんでこの色じゃないんです、これはね、リコちゃんが借りました、昭和 VS、あ昭和 VS 平成、はい、ちょっとこれを言ってみたいなと。昭和生まれ、平成生まれでございますからね。さあ、まずは何があるか、まあ簡単にこんな感じだよっていうの触りを、はい、じゃがじゃん、トイレ、我々トイレは当然和式ですね。和式、平成は洋式ですよね。まあ、和式なんか知らないですよね。知ってますよ。なんでしゃがむやつね。あ、そう、しゃがむ、こうやってね、うん、あ、そう、あ、そう、え、家、平成生まれで和式あったんですか？家はないけど、学校はしゃがむやつ、ああ。一番端だけ座るやつっていう感じ。ああ、昔はね、昔ってだいたいこのトイレってね、うん、家のちょっと離れにあったわけですよ。そう、行くのが怖くてね、行ったらこんなね、扉があったらこんな木の鍵ですわ、ガタギーとか言うて、ボットン中見えるっていうやつよね。そうそうそうやね、うん、それもああいう便器がないんです。ほんまにそこに普通に穴が開いてるだけ。それを蓋を取るんですね。あ、蓋を取ってそこでこうやるっていうのが昔経験したボットン便所。よく下見えるっていうやつ。そうそうそう、普通に見えますけどね、うん、あの8時だよ全集合とかで、うんうん、まあ、見てましたあの時に、うん、ドラマじゃないわ、コントであったでしょ、なんかこの便器から手がニョン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 とかで、あれ見た時にトイレ行くめっちゃ怖くてなんかほんまにこうお化けのね、そう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 、トイレの花子さんとか、うんうん、あのね、あれ、あれどんな話？トイレに花子さんがおる、毎度して違うかな。チューリップ持って出てくるやつ。なんで？チューリップ持って出てくるやつ。花子さんが？花子さんが。
このワッペンついてて、うん、トイレ行ったら、うん、チューリップ持ってチューリップ持って、うん、ほやーって違うかな花子さんがトイレ行ったらチューリップなーってするあ、そうなんや、うん、へえ。多分違うような気もするけど、はい、まあ、もし知ってる方いらっしゃったらね、ちょっとメッセージいただければと思います、はい、で、様式なんですけどね、まあ普通はね、うん、普通っていうか、まあ普通に様式があって、まず最初は、うん、そこに今はもうウォシュレットこれがまあ一般的ですよね。僕ね、こうお恥ずかしい話、ウォシュレット初めて使うときにものすごい興味本位で座らんとボタンピッて押したやったやるよね絶対みんなやってるよね絶対やるやるよねほんであれってこうチュロチュロって流れるんかなと思うじゃない。ピッと瞬間にブワーッて絶対一人が、ね、一回は失敗してると思うからやったで、なんでやろうね、あれピャーってやった瞬間に笑ってしまってる自分でピャーってやった瞬間に水出してるみたいな感じで一人で笑って吹いてるみたいな、うん、あの姿あやっぱりやったやった。あれでも的外したらね、的ね的も外したらえらいこっちゃ、あえらいこっちゃやけど、まあ普通に座って的外すってなかなかなもんやと思うけど前に座りすぎてんのかな。え、普段どんなに前に座ってるの。ちょぴんって。あちょああなるほど。こっから前出てきて、それめっちゃ前座ってない。めっちゃ前座ってんのかな。え、そんな前座ったらおし行く。ほんまやあそう、あそう、へえ、なるほど。おかしいな、ね、まあまあまあ今まで別に漏れることもなく、なく、なるほどね、 OK、はい、さあまあこんな感じでね、はい、どんどん行きたいと思いますが、次は、うん、これはね多分しのちゃんは知らないと思います。知らないですかね。キーワードはデパート。デパートね、和歌山にもデパート、まあちょっと数は少なくなりましたがデパートがあります。はい、何があったのか、うん、デパートの屋上はパラダイス。うん、これ意味わかりますか。なんかあの丸い風船みたいな。知ってんのかい平成生まれよ ね。バーゲンみたいな浮くやつとかも。はい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 、あれはアドバルーン。アドバルーン、うん、アドバルーンって言うんですけど、和歌山駅の、うん、今あの違いますけど和歌山駅がステーションビルっていうところに、うん、上に今ビーボですね。ビーボ今はミオ。あ、今ミオか。その昔まだ和歌山駅のステーションビルって呼ばれていた、僕が本当に子供の頃、その和歌山駅の上の屋上にちょっと遊ぶところがあったんです。それは知らないでしょ。あのパンダのさ、こう座って動く乗り物。あ、はいはいはい、ピンテキテキテキピンテキテキテキピンテキテキね、いい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 。その上にもそういうちょっと遊ぶところがあったんです。うん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 、知ってんの。なんかあのパンダの、あのパンダばっかりかウサギだったね。あ、ウサギ、あ、なんかね、ゾウみたいな乗って、ゾウ、あ、同じようにね、ニキ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 ですね。あ、知ってんねん。知ってる。あ、知ってるって知ってる知ってるみたいな。知ってる。あ、そう、いえ、これは知らんかなと思ったんですよ。うん、で、今ないじゃないですか。ないです。僕ら子供の頃っていうのはね、やっぱりこのマルショー百貨店とかにお母さんにね、こう連れられていくっていうのがすごい楽しみで、ものすごいおめかしして何がやりたいかって屋上に行ってね、ガチャガチャやりたいだけの話でね、当時20円ですよ、ガチャンとか来て、もう安い時代だったんですよ。はい、20円。はい、今100円200円100円ぐらいですよね。おもろいね、あれガチャガチャってね、ガチャガチャ言うからガチャガチャって言うでしょ。あ、そう、違うの。違うんですか。違うんですか、あれ。そうでしょ、ね、あれ正式名称なんて言うんですか。ガチャポン。あ、ガチャポンやからね。ビックラポンって言うもん。ビックラポン、それ違う。それは違う。ビックラ、そう、お寿司屋さん。あ、お寿司屋さんやって。いやいやな、200円入れた瞬間にバーッボンって言ってたらこっちびっくりしてガーン引いたって、それ嫌ちゃう。いや、やめよな。でもそれ見てみたいけど。今やん、出てきそうやし。俺手がびっくりしたよな。ダーッとか言うたら、そうそう、で結局何も出てけへんみたいな。びっくりした終わり。それ200円かよみたいな。あ、そんな商売したら儲かるかもね。ああね、なんでやねん。まあまあ、そうなんで。おもろいよね、ガチャガチャもそうやし、うん、チーもそうよね。あれ電子レンジってのチンしてってでしょ。うんうんうん、あれパフォーンやったら絶対みんな言ってるんですよ。パフォーンして、コンビニ行ってね、あ、これパフォーンしますかみたいな。はい、パフォーンお願いしますみたいな。やっぱりパフォーンみたいな、もうあっちゃこっちゃパフォーンパフォーン言うてるっちってね。笑ける。いや、笑
キング笑ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、あ、そう、これは知ってたんだ、うんうん、あ、次は多分知らんと思う。なんで、何もできない。なんで、いや、何もないです。キーワード、ボーリング。ボーリング。ボーリングしますか。はい。スコアどれぐらいですか。え、今何したいこれ。あの、石油のやつ。じゃそのボーリングじゃん、そのボーリングじゃん。ガンガンガラララ、違う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 、それ違う違う、普通のこのこう持ってこう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 ボーリングいきますか。壁がいります。あ、ガーター防止の壁ね、うんうん、あ、昔あれなかったんですよ。あれ使っていつもストライク。あーどれでもなんかもしもしガン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 みたいな、そう、あれピーってやってピンピンって、うん、スプリンってものすごい前ピンピンピンシュピンって、わかりやすい。なるほどね、うん、そのボーリング、まあ行きますよね。はい、多分多分時間は今はこの上に画面がありますよね、うん、ああ、あります。自動でスコア出るじゃないですか、うんうんうん、僕らの時代は手書きやったんです、これは知らないでしょ。知らない。よかった手書きやったんですよ、うん、そう、分かれへん、書き方がね、分かれへんから、そんなもん何枚か倒した本数だけやっていったりとか、うんうんうん、知ってたらストライクスペアあったらスペアの次のこの本数はこの10とこれを足したやつを足してこれを足す、ストライクはそのまま置いといてみたいなそんな分かれへんみたいなじゃあ自分でこうやって 1,2,3,4,10 って数えるってこと。そう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 、こう見て何本残ってるみたいな、その瞬間にビーンって出て分かれへんかなみたいなじゃあスペアになってでも分からんってこと。いや、スペアならスペア分かるやん全部倒れてるもん。あ、そっか、うん、そうや、うん、ちょっと間違えただこう真ん中にコンコンってこう立ってるやつね、それ、あれは分かんねん。分かった。あれたまにな、ボーリング行って一歩やと思ってやった瞬間によっしゃーってパンって倒れたらまだこれ残ってるみたいなその瞬間、えみたいなねよくある。あるよね、うん、最近ボーリング大事ですか。もう何年か前。結構前なるほどね。一時には僕らボーリング流行ったんですよ、うん、すごく、うん、はいはいはい。男の子よく行きますね、ボーリングって。行きます。今の子、今の子って、今の子、今も行きますか。行きます。へー、大体どうも、みんなどれぐらいのスコアで行きます。あれってマックスいくつなんやろ。いくつ。マックスは200です。マックスいくらって値段じゃない。マックスは確かに200じゃない。違うの。300か400じゃない。え、200じゃないの。時代さっきの確か200のはずやで。何百。あ、違うな。そうやろ。違うな。いや、俺は200を信じてる。それ何ゲームして200なの。250。なんかそんなんやね。225とかって。あ、ありますもんね。だから300か。300らしいです、あやふややほんま。みんな違った。みんな違った。まあ実はそんなんそこでも行くことないもん。うんうん。うん、僕でだいたい180が最高です。はい。一回出したキルですね。ああね。だボーリング場行くと、ボーリング今どうなんですかね。あの今ね、まあいろんなあのやっぱりいっぱい遊ぶとこありますけど、ボーラー行くときってボーリング場があったら絶対ね卓球台があったんですよ。あ、卓球で遊んだりとか。これあるあの何け、あ、なんかテーブルテニスみたいなやつ。あ、ホッケーみたいなやつ、ね、あ、ホッケー、カン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 ってやつね。でここでこうやってこうやってこうやってで、こうやって意外とガバンって入ってしまうっていうねありましたよね、うん、あ、そうか、うん、今のボーリング、カラオケとボーリングだったらカラオケの方が行くの多いじゃないですか。そうっすね。ね、うん、一人でやったりね。なるほどね、うん、続いてキーワードはリンスこれは当たり前にこうシュッ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 ってやってやると思うんですね、まあ、女性だったらトリートメントもするかな。僕らの時代リンスというのはガンお湯で薄めて使ってたんです。へえ、これ知らんでしょ。でもなんかちょっと節減何やっけ削減そう、削減するために湯入れてクククククククって振ってやったりもするって。あ、それはあのボトルがなくなってきたからね。あ、そうか普通のほらもうシャンプーがあって、うん、今がもう普通のこういうやつですわ。もうこういう回すやつでやって、うんうんうん、あのお風呂入ってたら、うん、まずお風呂のお湯をジャバンって取って、うん、でそのやつをこうピュッピュッピュッって入れて、でキャーってやって、うん、パシャ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 ーンってやったんです、そういうリンスだったんです。それは知らんかったね。ね、そうでしたよね、はい、うん、そうだったんです。
ほんでその次に出てきたのがシャンプーリンス一緒にできるよっていうのも出てきたんです。薬師丸ひろみさん、チャンチャンリンシャンって画期的やったんです。どうぞ。キョン。え？